演舞開演。どうも、本日はこちらトップバリューのプライベートブランド紅鮭おにぎりを食べたいと思います。なんだかリニューアルしたとかそういうニュースは流れてましたが、トップバリューのおにぎりって食べるの初めてですね。まあおにぎり自体レビューすることそんなにないんですけどね。なんせ自分はこの取るのが苦手なんですよね。ほら今回もやっちゃった。のりパラパラと落ちる。なんで毎回やっちゃうんだろう。なんかテンション下がるわ。まあさて、まずは鮭を探して、こっちからじゃ見えないな。じゃあ反対側、取れない。こっちからも見えませんね。ということは中に隠れちゃってるんですね。開けられそうにないのでこのままいただきます。わわ、ご対面。しかもお米ももっちりしていて美味しい。もっちりしたお米と程よい旨味が効いた紅鮭、いやとっても美味しいです。やっぱりおにぎりの具は紅鮭が一番好きですね。もちろん他の具材も好きなんで食べてみたいんですけど、何か選べと言われたらやっぱり紅鮭を選びます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。